王衛クリスチャン・アレクサンダー・ロバートは、デンマークの王族。国王の同意なしに結婚をしたため王族の身分を失い、老戦法伯爵の称号を授けられた。デンマーク王子バルデマーとその日、マリー・ドルレアンの長男。若い頃の王衛はいとこのギリシャ王子、ゲオルギオスの妻、マリー・ボナパルトと愛人関係にあった。しかし、ゲオルギオスは、重帝が、 自分の妻と不倫していることに抗議した様子もなく、また関心をも示さなかった。王衛は1909年にデンマーク陸軍に入隊し、1913年には中尉にまで昇進した。第一次世界大戦中はイタリア軍に艦船部官として1年間参加した。イタリアからの帰国後、王衛は陸軍隊員に昇進している。1914年2月1日。 王へは、イタリアのトリノで、マティルダ・カルビディ・ベールゴロ伯爵夫人と結婚した。この結婚は、国王の同意を得ないものだったため違法とされ、王へは直ちに、デンマーク王位継承権、デンマーク王族としての称号と継承を剥奪された。まもなく、王へは国王によって、老ボ某伯爵王へ王子の称号を与えられた。老ボ某伯爵位は、 大江の男系子孫に世襲的に受け継がれていくことが認められていたが、王子の称号に関しては、大江夫妻が一代限りで認められるものとされた。大江とマティルダは間に息子を一人設けたが、1939年に離婚している。1922年、大江は王の許しを得て、デンマーク陸軍を除隊し、フランス外人部隊に入隊した。デンマーク。 フランス両政府間の交渉により、王衛は外人部隊に大員として入隊することになった。王衛は入隊したその年のうちに、モロッコで戦役に従事し、左足を負傷した後に、ゲール十字勲章を授けられている。外人部隊に17年間所属した間、王衛は中佐にまで昇進し、フランスの最高勲章である、レジオンドヌール勲章を受章した。 王へは1940年に、モロッコのタザで亡くなり、アルジェリアのシディベルアベに葬られた。ありがとうございます。